はいどうもー、のびでてギャラリーでございます。今日も早速やって,きていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、ガラスペン入門編の用意するもの、そしてですね、ペン先をインクにつけるとこ、そして書いてみる、そして洗ってみようのですね、このテーマで今回はですね、皆さんと一緒にですね、楽しんでいこうかなと思います。まあ、今回のね、動画でですね、とうとうガラスペン入門編ですね、もう3回目になるんですけども、1回目はですね、こちらガラスペンのですね、ペン先っていう 言われるものはいろんな種類があるんだよそしてですね実はねあんまりね注目されてないかもしれないんですけどもこの溝の数がですねそれぞれによって違うんだよっていうところそして溝の数によってですねインクのですね吸い上げの力も変わってくるっていうのをですねお話しさせていただきましたそして第2回目って言われるものはですねどういうインクがいいのかっていうねインクにもいろいろありましてねその染料インクや,やら顔料インクそしてですねラメ入りインクとかねどれがですね一番ガラスペン とですね相性がいいのかっていうお話をさせていただきましたぜひですねその2つの入門編の動画はですね概要欄から見ていただけると嬉しいなと思いますまあ、1回目2回目見てですね今回3回目見ればですねまあ、一通りガラスペンについてはですね皆さんも詳しくなれるんじゃないかなと思いますのでぜひ今回の動画も最後までゆっくり楽しんでくださいではねまずは用意するものをですねもう皆さんと一緒にですねご紹介できればなと思いましてまず目の前に 見えておりますこちらでございますガラスペンですねまあこのガラスペンに関してはですね正直自分が好きなものを購入していただけると嬉しいなと思いますまあ、ガラスペンのですね詳しい内容はですねもうお話しさせていただいたのでそこはですね省略させていただくんですけどもまず用意するものの一つ目はこちらのガラスペンでございますあとはまあ最初ねもうガラスペン初心者の方1本目ですねもう好きなの選んでいただいた時に別に に買う必要はないんですけども僕も持っておりませんそのですねペントレイって言われるですねまあ一本一本ですねきれいに収納するですねもう入れ物があるんだけどもまあそれを買っていただければですねガラスペンをですね安全に保管することができるのでまあ購入するかどうかはですね皆さんはそのガラスペンをですね使う頻度によるのかなと思いますまあそれとですね他にはですねやっぱりガラスペンと言われればインクも大事ということでまあ今回使っていく インクはですね、以前紹介させていただいたですね、エルバンのこちらのインクになります。これについてはですね、ぜひね、違う動画でね、紹介させていただいてるので、よかったらそちらも参考にしていただけると嬉しいなと思います。まあ、このような形でガラスペン、そしてですね、インク、そしたらですね、まあガラスペンって言われたらですね、やっぱりね、ペンで何かに書くっていうことで、基本紙だと思うんだよね。まあその紙をですね、準備していただくっていうことで、まあよくね、そのガラスペンに合う紙は何ですかとかね、 DM とか質問でですね来たりするんですけどももうやっぱりですねもう人それぞれですねその書き味って言われるもの感覚っていうのが違ってきますので、まあ、そこもですねもう言っちゃうと全部好きなもので揃えた方が絶対楽しいよっていうのだけはですね皆さんに伝えておきます、まあ、今回はですねちょっとね、まあ、紙って言われるものはですね、まあ、最近僕がですねペンとかを紹介する時にですねよく使ってるですねこちらダイソーのですね、まあ、ダイソーなんだけどもメーカーとしてはマルマンさんっていうめちゃくちゃ有名な ですねもうスケッチブックのねメーカーといえばマルマンさんみたいなところありますけどもそちらのですね結構ツルツルしたスケッチブックにですね今回はですね文字とかねちょっとね軽く絵を描いてみようかなと思いますこのような形でですねまあ紙を準備していただいてあとはもう何のねペンとかでもですね画材とかでもそうなんだけどもまあ文字とかそのですねまあ絵を描く際にはですね試し書きっていうものをですねしてからですね描いていただけるといいかなと思いますのでぜひですねまあその 絵を描いたり文字を書く紙とあとは別にいらない紙を準備していただいてですね試し書きっていう形でしていただけるといいかなと思いますそしてですねまあ、4つ目はですねこちらに見えております水が入ったコップということで僕自身ですねこの水に関してはまあねあねの実はですねここにねちょっと見にくいと思うんですけどもモロゾフって言われるですねプリンのメーカーって言えばいいんですかねもう僕がですねまあ、プリン結構好きなんですけどもこのモロ のですねプリンめちゃめちゃ美味しいんでね、ぜひよかったら食べてみていただけると嬉しいんですけども、このモロゾフを食べた後にですね、あれこれちょうどよくねと思って、別にね、このね、瓶に関してはですね、ガラスペンのその瓶専用っていうわけではなくて、僕は絵の具とかでですね、絵を描く際もですね、こちらの瓶は使っております。まあ、それにですね、入れてるんですけども、ここに関して言うとですね、こういうガラス系の瓶っていうよりも、そのプラスチック系のコップってあるじゃないですか、まあ、柔らかいやつって言えばいいのかな、 なぜやらかい方にした方がいいかというとガラスペンってですね後ほどね洗い方っていうのも説明するんですがまあこういう風に水につけるんだよね水につけた際にこういうですねガラス系のコップにねもし縁にですね当たったりするとこちらですね欠けてしまう可能性がめちゃくちゃあります結構ねそのプラスチックのコップだったらねダイソーとかにも売っておりますから是非ですねその辺でですね探していただけると嬉しいです まあそこにもこだわりたいっていう方はですねもうめちゃめちゃおしゃれなねコップとかにね使っていただければ嬉しいなと思いますそしてですねもう最後なんですけども最後はですねこちらでございますティッシュって言われるですねまあティッシュはもう誰でも知ってるかって感じなんですけどもまあこのティッシュをですねまあペン先をですね拭く際にねよく登場しますのでまあこのティッシュに関してはですね箱のままですね準備してた方がいいかなと思います まあこちらのですね5つのですねまあ用意するものがございますけどもまあぶっちゃけですね一番高いものって言われたらやっぱりガラスペンとかインクになっていきますのでそれ以外はですね結構ですね 結構ね、安めに抑えられるんじゃないかなと思います。まあ、ぶっちゃけね、ガラスペンに関してもですね、結構リーズナブルでございまして、なんかね、ガラスペンでね、めちゃめちゃ高いイメージあるかもしれないんですけども、もちろんね、高いものになると4万円とか5万円とかね、めちゃめちゃ高いものもございます。でもね、安いものになるとですね、本当に1000円台で購入することもできたりするので、まあ、最初はですね、安いところから始めるのもありなんじゃないかなと思いますし、あとは僕がお勧めしてるのは、 ガラスペンンとととでですすすすねねたたくさんんインクがが入入ったセットかかをです、ね、購入するのがいいいいじゃないかなと思いますまあ、別にですね、ガラスペン一本単体で購入してですね、好きなインクをですね、一つ購入するのもいいんだけども、やっぱりガラスペンですね、より楽しんでいただくには、いろんなインクをですね、つけては水につけて、つけては水につけてみたいなね、そういう形でですね、もう好きなように描いて、いろんな色で描いていくっていう、そのね、ワクワク感もですね、やっぱ楽しんでほしいっていうのがありますので、たくさんのインクとガラスペンがついてくる ですね、セットをね購入していただければいいかなと思います。まあこれでですね、まあ用意するものっていうのは以上なんですけども、これからはですね、こちらのインクにですね、ちょっとガラスペンをつけるところから、まあ書く、洗うっていうところまでですね、皆さんと一緒にやっていければなと思います。ちょっとね、画角変えようと思いますので、少々お待ちください。ぜひガラスペンで最高のアートの世界楽しみください。バイバーイ はいじゃあね今からですねインクをつけるところをですね皆さんにですねゆっくり解説していこうかなと思うんですけどもまずはですね自分がですねお持ちのガラスペンを持っていただいてもしねペン先にですねゴムチューブなどがありましたらそちらをまずはゆっくり外していただけると嬉しいなと思いますゴムチューブって言われるものはどんなものかとというでですすねねこのペン先をです、ね、覆っているゴムのですねキャップみたいなイメージをしていただける とと嬉しいなと思いな思ます、まあ、このエルバに関してはですねもともとこういう箱に入ってたのでゴムチューブはですねついてこなかったんですけどもついてるやつはまずはゆっくり外してくださいあまりね強くですね引っ張ってしまうとですねこれまたね割れる可能性がありますのでもうガラスペンは本当に繊細なですねもう画材になってきますのでゆっくりゆっくり外していただけると嬉しいなと思いますそしてですね外し終わったらガラスペンをね次は持ってみるところになります ガラスペンって言われるものはですね、紙に対して45度から60度ぐらいのですね、傾斜の時が最も書きやすいと言われておりまして、まあ実際45度から60度ってどんぐらいよっていう感じはありますよね。まあだいたい90度ってね、こういうカクカクしたやつがあって、そのね、まあこの真ん中ぐらいが45度なので、まあこんぐらいかなとか思いながらですね、まあこれまたですね、もう自分が書きやすいポジションでいいのかなとか思ったりもするんですけども、あまりですね、 力強くですねもう角度をつけてしまったりとかこういうね直射っていうかもう垂直にやってしまってですね力が思いっきりガラスペンにですね加わってしまったらですねこれまたですね割れる可能性折れる可能性がありますので。 で結構そこに関してはやっぱ持ちたらですね、まあ持ち方も確認できたら次はですね、とうとうインク瓶にですね、ペンをつけてみるっていうことでぜひ自分が持ってるインク瓶をですね、開けていただきつつ、まあ今回のですね、こちらの L 版に関してはですね、蓋開けた後にもう直接ですね、もうこちらのインクが見えてる状態だと思うんですけども、まあ違うインク瓶とかになってくると、蓋開けた後にですね、 ゴム製のですねまた、蓋がされてたりして、それでですね、取ってしまうとですね、結構手が汚れたりするので、まあそういう方はですね、このインクをですね、違うものに移し替えるっていう作業があると思うんですが、まあそれはですね、まあ最初だったら手汚れないんですけど、途中からね、汚れたりもしますので、まあ汚れないようにゆっくり開けていただけると嬉しいなと思います。まあこのような形でですね、インク瓶蓋を開けたら、まあガラスペンを持っていただいて、 で、まあこれね結構ね、ちょっとカメラではですね、見にくいかもしれないんですけども、ガラスペンをですね、真上から入れてください。で、真上から入れたらですね、ペン先をゆっくり下ろして、そしてですね、ペン先にインクをつけるんですけども、どれぐらいつけるかっていうとですね、このペン先、まあ溝の部分が、ね、たくさんあると思うんですけども、この溝のですね、3分の2ぐらいまでですね、インクをつけていただけると、その、毛細管現象って言われるので、もう勝手にですね、上に上がっていってくれるので、 でまあそのような形ですればですね、結構綺麗につくんじゃないかなと思います。あとね、ここね、注意していただけると嬉しいんですけども、このね、ガラスペンのインクですね、つける際に、この側面って結構もうインクめちゃめちゃついてるじゃないですか。この側面についちゃうと、結構ね、汚れたりしてですね、まあ、絵とか文字書いてる時に気づいたらですね、指がめっちゃ汚れてるっていうことがありますので、あまりですね、このね、あの縁にはですね、当たらないようにしていただけるといいかなと思います。あとは、ペン先のですね、インクがちょっと多すぎたな、 とととと思思えばこここもでででですすすすねねねねあままりり音をを立ててずにですねゆっくりですねこの縁でインクをね落としいいいいただけるといいかなと思いますそしてですね、このような形でインクね、つけたらですね、蓋をしましょう。これ蓋してなかったらですね、間違って手が当たってですね、ボトンってなってインクがふわーってなる可能性あります。僕、これ経験済みでございます。その時ですね、もう顔が真っ青になりましたからね、まあ机の上も真っ青になったんですけども、顔も真っ青になるということでね、もう二重に真っ青になったらもうテンションだだ下が で、すからねまあ、そこら辺十分注意ししていいいただけると嬉しいなと嬉な思いますでこのような形でインクを付け終わったら、もう次ですね、書いていくよっていう話でございます。これに関してはですね、僕も調べてですね、初めて気づいたことでございまして、少しずつ回転させながら書くとですね、インクのそのですね、出っていうもの、出力って言われるものがですね、一定になりやすいっていうことなので、 で、ちょっとね、回してやろうかなと思います。まず回さずにやってみようか。回さずにやるとですね、このような形でですね、線を引くことができます。結構ね、エルバンさんのですね、ガラスペンって言われるものは、比較的にですね、細字のガラスペン使っていただいてるので、結構ね、めちゃめちゃ書きやすくて、細かいところもですね、十分に書けるんじゃないかなと思います。そしてですね、ここの部分ね、今普通にですね、何もペン先回さなかったら、結構ね、インクがですね、 色がだんだん薄くなっているのがわかるんじゃないかなと思いますここですねちょっとねもう一回インクをつけてみて で回してみたらですね。どれぐらい違うのかちょっとね。僕もね。検証みたいな形でですね。やらしていただこうかなと思います。そして蓋をね。閉めてください。まあ、このような形でですね。まあね、実際ね。このインクつけるところまでね。結構長くお話ししましたけども、もうこういう感じでパッパッパッパできるので全然気にせずですね。楽しんでいただければ嬉しいなと思います。そして回していくんですけども、このね軸によってはですね。結構ね。もうこのままフィットしてしまうっていうのがあるので、回しづらいやつは、ね。は ね、もうししししょょょうがななないいいんじじゃゃかなとかとと思っったりりもてておまますち回みのよいしょーこんな感じでですね。回してもインクは一定に、まあ、一定になってるか。なってるね、なってるなってる。これなってるんだけども、角度によってですね、やっぱりつかない部分も出てくるのかなと思います。まあ、最初はですね、普通に45度から60度ぐらいの傾斜をつけてですね、まず正しい持ち方で文字を書いてみたりとか、あとはですね、絵を書いて 見たたりとととかかねしていいいいだけるといいのかなと思いま,すまあこれでですねまあもしね絵を描いたりしてですねまあ終わったよっていうことになるとかあると思うんですよそしてあとはインクをですねまあ色を変えたいっていう時はですねやっぱり今から登場します水を使うわけですよねまあ洗うっていう作業があるじゃないですかこの洗うっていう作業もですね一つポイントなのは音を立てずに洗うっていうのが大切かなと思います、まあ、このような形でですね文字とか絵を描 いてみたっていうのがですね終わりましたらインクをつけてねちょろっとしか書いてないので結構インクがこのままついてるじゃないですかそういう時はですねこのねティッシュをですねまあちっちゃくねまあ折りたたんでいただいてまずはペン先を拭いてくださいこのような形でですねペン先拭いていただけるとですね水につけた際にですね結構きれいにね汚れが落ちてくれるっていうのがあるので別にですねインクがですねそこまでついてなかったら別にティッシュでですね取る心配はないかなと思います まあ、今ね、ちょっとね、インクが多かったので、一回ね、ティッシュで拭き取らせていただきましたけども、まあ、あんまりインクついてなかったら、もう直接水つけちゃってください。そしてですね、次、水つける際なんですけども、まあ、ペン先を水につけていただきます。もうそのままつけてください。このままね、つけていただいたらですね、ここのね、部分って言われるもの、結構ね、見にくいかもしれないんですけども、このね、インクの広がり方っていうのもですね、また綺麗なんですよね。まあ、こういう感じでですね、ペン先をですね、軽く回していただきましたら、 もう結構綺麗に取れてるんだよねそして取れたらですねもう一度ですねティッシュで拭いていただくっていうのがこのですねガラスペンの洗い方になりますこのような形でですね拭いていただければですね元通りめちゃめちゃ綺麗なですねペン先が戻ってきますので でまあその際ね、このね、水つける時にもですね、このね、ガラスペンのインクをつける際とですね、似てるんですけども、この縁にですね、ガン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 って音を立ててしまったらですね、折れる心配、欠ける心配があるので、そこだけは十分注意してください。あとはね、このコップのですね、下にですね、カチ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 当ててしまうと、これまたね、欠ける心配、折れる心配あるので、そこも注意していただけると嬉しいなと思います。そういう点からね、プラスチックのコップがいいっていうのは、まあそこがですね、まあ一つね、まあ大きな部分なのかなと思います。 思います。このような形でですね洗い終わったらまたですねインクをですね違う色試したいっていう方はですねまた同じようにですねインク蓋開けていただいて真上からですねもう垂直に下ろしていただいてペン先がですね3分の2ぐらいついたらその後はですね毛細管現象で勝手に上がっていきますのでそこからはもう好きなように文字を書いていただいてあとはまた洗うっていうその繰り返しをですねやっていただければですねガラスペン最高に楽しめるんじゃないかなと思いますはいということで でね、今回このような形でですね、ガラスペン入門編の用意するもの、そしてインクにつけてみる、そして書く、洗うっていうところをですね、皆さんと詳しくですね、楽しんできましたけども、まあ、今回でですね、まあ、ガラスペンの入門編、1回目、2回目、3回目見ていただければ、ある程度ガラスペンについてはですね、詳しくなれるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、ガラスペンですね、今から始めてみようかなって思う方は、ぜひ自分のですね、もう好きなガラスペンに出会っていただけると嬉しいなと思います。 結構ね、今回の説明に関しては、知ってる方からしたらですね、めちゃくちゃ当たり前のことしか言われてないと思いますけども、まあ、当たり前のことがね、一番大事っていう言葉もありますから、言葉あるのかなわかんないけども、本当にそういう基礎の部分がですね、ちゃんとしていれば、これからですね、どんなものでもですね、もう詳しくなれると思いますし、まあ、知る気持ちっていうのはですね、もう基礎の部分がしっかりできればですね、よりですね、いろんなものを知っていけるんじゃないかなと思っております。ということでね、今回は はガラスペン入門編の用意するものインクにつけるそして書く洗うっていうのをご紹介させていただきました僕自身はですねガラスペンでですねいろんな絵とかもね描いてたりもしますのでそちらもですねまあ時間がある時にでも見ていただけると嬉しいなと思いますということでね今回はこの辺でですねガラスペンの入門編は以上となりますもう最後までですね見ていただいた皆さん本当にありがとうございますそしてね1回目2回目3回目ねもう全部見てくださった皆さん本当にありがとうございますこれからですね、まあ またね、ガラスペンの入門編って形でですね、また違う動画もですね、上げていこうと思いますので、ぜひこういうの聞きたいとか、こういうの知りたいっていう方はですね、コメントに書いていただけるとですね、僕も必死に調べてですね、自分も勉強になりますし、皆さんと一緒にですね、情報を共有していければなと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さんとまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか、僕にもわからない。そして皆さんにもわからない。だから一緒に 確かめていきましょうぜひ皆さんもですね初めてのガラスペン最高に楽しんじゃってくださいでは皆さんまた明日お会いしましょうバイバイありがとうございましたセンキューガラスペンセンキュー皆さんセンキュー自分また明日バイバイ